ちは、授業準備 TV のゆめのんです。忙しい先生にとって時間を必要とする仕事の一つがテストの丸付けと成績入力ですよね。回収したテストの丸付けや成績入力だけではなく、回収や返却に時間がかかって大変という先生も多いのではないでしょうか。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた Excel を活用してテストの丸付けと成績入力を効率化する方法をご紹介します。テストの丸付け方法は様々かと思いますので、ご自身のやり方に合わせながら取り入れてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。テストの丸付けと成績入力を効率化するには、その場で採点をして返却することが一番早い方法だそうです。まず下準備として、 Excel で成績を入力するためのシートを作成します。下部のシートをダブルクリックし、テストを実施した日付と単元名を記入します。次にシートの1行目に項目を記入します。例えば A 列に出席番号、 B 列に名前、 C 列に合計点数、 D 列以降に知識、理解、考え方など教科や内容に応じた観点ごとの採点項目を記入していきましょう。 A2 セルに半角数字の1、 A3 セルに2を記入し、2つのセルを選択。セルの右下部分にカーソルを持ってきて、黒いプラスマークに変わることを確認します。その状態でマウスをクリックし、指を離さずに必要な行まで下方向にカーソルを動かします。すると3以降の数字が連続して記入されるので、必要なクラスの出席番号まで記入されたら、そこで指を離します。 B 列には子供たちの名前を記入します。こちらもすでにある名簿からコピペをすればあっという間に終わりますね。ここで一つ注意として、教室で丸付けをするため、子供たちに見られてもすぐにわからないように、名前の列は非表示にしておきましょう。 B 列を選択し、 Windows であれば右クリック、Mac であれば2本指クリックで、列を表示を選択すると名前が非表示になります。さらに表示からウィンドウ枠の固定を選択すれば、出席番号が後半になる下の方向へスクロールしても、どの項目か一目瞭然です。これで準備は完了です。フォーマットを作成しておけば、次回以降はシートタブからコピーを作成を選択することで、毎回作成する手間を省くことができます。次にテスト時間内での丸付けと成績入力の方法をご紹介します。机の上にノートパソコンかタブレット、テストの回答、丸付け用の赤ペンを用意します。テストが終わった子どもたちから先生の机に持っていきます。先生はその場で丸付けをし、作成しておいた Excel シートに成績を入力していきます。丸付けと成績入力が終わったら、その場で返却をします。点数が見られないように Excel 上で名前を非表示にしていますが、気になって覗き込もうとしてしまう子もいます。そんな時は、投稿者の先生は他の人に自分の点数を見られたらどう思うと声をかけて指導するようにしているそうです。中には点数を見ないように手で目を押さえながら話しかけてくる子もいるそうです。そんな時は一旦手を止めて、子どもたちとのコミュニケーションを優先するとのことでした。この方法なら、全員分のテストを回収、出席番号順に並べて返却という作業をする必要もないので、大幅に手間を省くことができます。早ければ授業時間内に完結させることが可能になり、丸付けを後回しにせずに済みます。また Excel で管理できるので、別のシートへの入力が必要になった際もコピペするだけで簡単だそうです。今回は Excel を活用してテストの丸付けと成績入力を効率化する方法をご紹介しました。クラスや学年の実態、ご自身のやり方に合わせながら取り入れてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。